そろそろ大河ドラマで書い鈴木が書いた歌詞が出てきます。予習にどうぞ。姉がの世に大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマはなぜほとんど著者コーゲラを直さないのか、小説にこだわる著者の思い。雑談です。5月末の刊行の最高ゲラが届いたもんですから、そのチェックをしているというふうです。著者コーゲラって何かっていうと、原稿を編集者とやり取りをします。で、まあ大体ここら辺でいいだろうっていう、まあそんなことが決まってくると、まあ今度は印刷所に原稿を回します。で、印刷所に原稿を回して、そして、それと並行して、まあ回した原稿を見て、今度それを著者チェックしていきます。これは編集者とのチェックというのは、小説としての出来が良し悪しをチェックしていくんですけども、印刷所が入って校閲が入るというのは、入る場合はこれは間違っていないか、例えば年号だとか、そういったものが間違っていないかということをチェックしていくと、こういうものです。で、そうやってチェックをしていくんですけども、だいたいどのぐらいチェックするかっていうと、そう、著者コーゲラって言ってね、校閲からこう来ているんだけど、これ間違いかどうなのか、それとも著者が意図的にやっていることなのかということをチェックするためのものとして、著者コーゲラということが、そういうものが渡されるということです。これだいたい基本的にその3回ぐらい直すかな、著者校、最高、年校とだいたい3回ぐらいです。で、まあ初稿最高ぐらいは著者でやって、まあ年稿はこっちに任しておいてくださいっていうようなケースもあります。で、これでこのゲラ、これこうして印刷所に回ってきて、送られてくるもの、これをゲラって言います。で、まあこう著者がそれをチェックしていくんだけれども、このゲラの段階で直す人ってね、実はまあ割方いらっしゃるということです。ずっとこうゲラが回ってくる頃には、だいたい作品もほぼほぼね、著者も中身はだいたい忘れてたりするので、そうすると、あ、ここやっぱりこうしておけばよかったって思うことっていうのは、やっぱそう思う人いらっしゃるみたいで、そこで直すっていう方はまあ少なからずいるというふうです。で、じゃあお前はどうなんだっていうと、もう本当にタイトル通りです。僕はもうゲラになった段階ではほとんど、まあほぼ直さないです。僕が直すのは、こいつからチェックを受けたうちで明らかにミスだっていうようなことを直すぐらいです。
で、主にしてあの効率のチェックっていうのは文字の用字用語のチェックだとか、そういったことをチェック受けるんですけども、その基本的にそのてか、まあまず効率に回す前にね、効率に回す前に僕はあの用字用語の統一表っていうのは前もって作って渡すようにしてます。で、そうやっておくと、こいつの方で、こう、統一基準っていうのを渡しておくと、あのこの統一基準に合ってるか合ってないか、例えばほら、日本語の場合だと漢字の開く閉じるっていうことがね、結構差が出たりすることがあるので、でこういうふうにします。基本原稿のままで、でこれとこれとこれをこういうふうに統一してくださいっていうふうに一応指定したものを渡して印刷所にますというふうにしてます。だからまあ効率のチェックも基本かなり少ないというふうです。で、まあなんだね、なぜこういうそのチェックをそのゲラの段階で僕は直さないのかっていう、まあそういうすごい人になるともうほとんど全部ゲラの段階で直しちゃうってことって結構ある。まあまあそういう話よく、聞いたんですけど、僕は直さない、なぜそれは直さないかっていうと、まあ早い話がゲラの段階で直すとコストがかかるからっていう、そういうことです。そのゲラの段階で直してそのページ数が変わると、ページ数が増えると本のページってあれ、あの8ページ単位でこう 8ページ単位であの折り帳っていうんですけど、1行増やすと折り帳が1つ増えることなんだ。そうするとその折り帳が1つ増えることによって8ページ増えて、それで本の値段が変わっちゃうなんていうことが増えたりだとか、あといろんな工程がかあの増えたりとかってするのでね、でまあこれ考え方なんだけど、ギリギリまで手を入れて直すっていう、まあそれは僕もそうです。ただその時にギリギリまで直す、こう徹底的に直すっていう、そのラインをどこに持ってくるかっていう問題で、僕はその印刷所に渡す前の段階ね、そこでギリギリ、そこが僕のギリギリのラインという、そういう考え方です。でまあ言ってしまえば、編集部に送った時点でもうこのギリギリのラインって、まあクリアしてるっていうことはあります。つまり下書きをし、それをパソコンで手書きで下書きをし、パソコンでそれを清書し、清書したものを声に出して読んでチェックをし、一通り全部出来上がったところで連結したところを章ごとに読み返し、そして直し、そして全部書き上がったところでもう一度読み直すという、まあそういうような感じで何度かこうやり直してというふうです。で
印刷所に回すまでは、まあ、出版社に、編集者に原稿を渡すまでは僕の仕事で、編集者に回すところで編集者と僕のその編集者の直しというのは僕と編集者の仕事と、こういうふうなんだけど、印刷所に回してしまうと今度そこから一斉のせいでいろんな作業がスタートするのでね、製本所だとか、あと本のデザイナーさんだとか、そういう、いろんな仕事がこうずっと回っていくので、だからまあ著者一人だけの思惑で回すわけにはいかんっていう、そういうことがあります。やっぱり印刷所に入れるまでは著者の問題だけど、それ以降はチームワークだからね、ということです。で、印刷所に入れる前にまでに前にこう直す機会っていくらでもあるわけだからね。だから一人で仕事をしてるわけではないので、できる限り自分でできるときは自分のベストを尽くすというのが、まあ僕の考え方です。まあここら辺は考え方だからね。ただゲラの段階でやるとコストもかさむということで、コストがかさむというのは、出版社のコストがかさむということだね。まあ、そういうことにも気を使うんだよ。30年もやってるとね。そう、いろんな人にの迷惑にかからないように、いろんな人の迷惑にかからないように、迷惑がかからないようにする、締め切りを守る、まあ重要なことなんだけど、そういう中で自分がどこまでこだわれるかっていうことを見極めて、こだわれるところは徹底的にこだわる、線引きをしっかり引くっていう、そこら辺を見極めることって、まあ仕事していく上では大事だよなっていう、そんなことです。まあどちらにしても、そのまだ詳しい詳細、作品の内容については詳しい話はできないので、4月の半ば過ぎぐらいにはこう出版社の公式サイトでも内容を告知しますから、そしたら思いっきり宣伝してくださいっていうふうに言われているので、そういうところがはっきりしたらまた告知しますね。まあお楽しみということで、で今再考チェックしてるけども、面白いですよ、よくできてる。いや、やっぱり自分の作品をこう忘れた頃に読み返すのっていうのは面白いもんよ。のお便り、ご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。
鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube キーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。